長かった J2 リーグもいよいよ最終節です。2018明治安田生命 J2 リーグの第42節シティライトスタジアムからファジアーノ岡山対大宮アルディージャの一戦、非常に気合そして気迫のこもったサポーターの声援も受けながら、この後岡山対大宮の一戦を皆さんにはお楽しみをいただきます。そしてここで増田茂人選手が J1 通算100試合を達成しました。そのセレモニーをこれから皆さんにはお届けしていきます。お姉様から贈呈していただきます。第40節の山口戦で見事達成をしました。それではファジアーノ岡山のスターティングメンバーフォーメーションとともに改めてご紹介です。ゴールキーパー今日は試合ぶりに一森が先発です。3バック右に下口、中央は浜田、左に木山、ダブルボランチ塚川と上田、右に仲間、左には三村、シャドウの位置には大竹とジョン・チュン軍、頂点にはイオンジェが控えます。一方の大宮アルディージャのスターティングメンバーをフォーメーションとともにご紹介です。こちらは前節からメンバー1人入れ替えています。ゴールキーパーは塩田、4バック右から酒井、畑尾、菊池、川津ら、ダブルボランチは大山と三角、右に島田、そして左にはバラダ、ツートップ強力な大前とコンビを組むのは富山です。はい、スペース抜けた、中野クロス、フリーランシュート、これは枠の外、決定的だったな、決定機大前、左サイド今のは川津らですかね、川津らですね、上がっていった川津らスペース、30分弱ですけども、まあ、岡山の方がいいリズムだと思いますね。ダイレクトで中に折り返した、競ってこぼれ球、バラダ、バラダ中に入れて三角のシュート、最後は左足ジャストミートしませんでした。しかしバラダから最後は7番の三角です。ここさえ崩さなければ、まあ、大きなミスにつながらないかなという、奪ってここは逆にチャンス、左上田が走ってきている、上田から中へのボール、ヘディングポスト、ジョン・チュング、その後仲間よく止めました。塩田、塩田選手ドンピシャに入れましたね、ジョン・チュングから最後はシュート打っていったんですけれども、いや岡山の攻撃が非常に面白かったですよね、はい、プレッシャーかけに行きました。三浦、ここはしかし激しい球際の競り合い、再び奪って間、ここは倒れてファールです。あ、島田これ2枚目です。うわ、島田これレッドカードで退場、大宮にとってはこの後半の立ち上がり大きな痛手、高さのある菊池、そして酒井もいます、旗も上がってきています。セットプレーのチャンスは大宮、後半まもなく21分、巻いてきてヘディングだ、吐き出した、その後菊池押し込んだ、先制は大宮アルディージャ、キャプテンの菊池先制ゴール、これで1対0。いや、キャプテンの意地感じましたね、まず書き出したんですけどね、そうですね、まあ、最初のここはよくしのいだんですよ、この高さありましたね、菊池選手、いや最後は高さ、三浦一度下げる、仲間うまくコントロール、一度下げて木山中に送ります、お前もプレスをかけていって、ここからうまく剥がして三浦だ、三浦左足のクロスヘディング、これは惜しくも外れた、いや惜しかったですね、左サイドから速いボール、三村飛び込んでいったのは19番の仲間、仕掛けて斉藤、右足のボールヘディング、さあどうか、流れていった、24番の赤嶺飛び込んでいきましたがコーナーキックです。ここうまく切り返しましたね、そうですね、あの非常に安定感のある切り返しでしたね、ボールヘディング書き出して中峰、中峰さあチャンスだ、シュート、その後浮いてしまった、最後は2番の沢口、いや決定的なの何回も作ってますけどね、ここをまず中峰横に出して浜田、
何を選択してくるか。上田巻いてきた、ヘディング、石森が来た、石森だ、抑えた。石森ここまで上がってきていました。全員攻撃、ファジアーノ岡山、そして目安の4分が過ぎました。ここで試合終了。0対1勝利をしたのは大宮アルディージャ。大宮アルディージャが1人少ない状態ではありましたが、後半22分菊池のゴールで0対1、今シーズンの最終戦勝利で飾りました。今ガッツポーズが見えました。ということで大宮アルディージャ最終節勝利を重ねて、ギリギリ J1 参入、プレーオフ昇格圏内に届きました。